こんにちは。紙物好きの雑記帳、102回目の投稿になります。前回の動画ではブックオフでの購入品紹介をさせていただきましたが、同日にですね、100円ショップのダイソー、それから手芸クラフトのお店東海、そして、雑貨屋さんのアットホームという3店舗も、回ってきたんですね。今日はこちら3店舗で購入したものの商品紹介をしていきたいと思います。よろしければ最後までお付き合いください。まず最初はダイソーでのお買い物商品になります。で、こちらになるんですけれども、ですね、こちらペーパーヤーンと言いまして、一見毛糸とかに見えるんですが、これ実は紙なんですね。はい、ラッピングにも使えますし、これ実際ね、編み物としてこれでバッグを編んだりとかしてる人もいるようです。で、私はこの素材が紙というところに目をつけまして、ジャンクジャーナルとかコラージュにちょっと応用してみたいなと思って、購入しました。で、こちらがジャンコードになります。で、実はですね、こちらの方、ちょっと前になるんですが、別の色の、ペーパーヤーンを購入してまして、それがですね、とても発色が良くて使い勝手が良かったので、今回は、別の色も揃えてみたいなと思いまして、はい、こちら黄色を購入してきました。で、実はね、黄色だけではなくて白、どうでしょう、ジャンコードは同じでしょうかね。あ、ちょっと違うみたいですね。はい、白、それからブルー、発色がね、ほんと綺麗ですよね、これね。そしてもう一つグレーです。はい、このグレーもね、ちょっとクール系のこれグレーですね。はい、とても綺麗だなと思って、この4色を購入してみました。で、これらがどういうふうにジャーナルやコラージュに使われるかっていうのは、これからおいおいと、はい、動画で紹介させていただきますので、お楽しみにしてください。次に購入したものは、こちらです。マスキングテープになります。顔写りがしてしまうので、プラスチックのパッケージからはもうすでに取り出してるんですけども、はい、このようなものになります。若干幅広のこのマスキングテープ、色味とね、とても可愛いなと思って、これ六角形の、白ピンクの濃淡ピーチグレーですかね。はい、このパターンすごくね、おしゃれですよね。はい、なのでそれが気に入って購入しました。ジャンコードの方はこちらになります。でね、上下とかが、柄的に関係がないので、ジャーナルの他にもクラフトにいろいろと使えるかなと思います。で、若干ね、これ粘着の方が弱いので、そこがちょっと気になるところではあるんですが、でも、それ以上にこのね、パターンがすごく色とね、気に入りましたので、はい、購入に至りました。で、お次はこちらになります。はい、これはですね、フレークチップラウンドというものになります。ジャンコード、こちらです。これは手芸品コーナーにありました。これスパンコールをものすごく小さくした感じで、このパステルのね、チップに、ちょっと何て言うのかな、オーロラのコーティングがされてあって、とてもキラキラして綺麗なんですね、色味が。で、これネイルにも使えると思うんですが、私ね、ちょうど
今ね、時期的に私が住んでる地域も暖かくなってきたので、またねちょっと紙すきをしてみようかなと考えております。で、その際にその紙の中に封入するものをいろいろと今探してまして、で、このチップを見た時にすごくパステルのねキラキラした感じの紙が作れるんじゃないかなと思って、はい、こちらを購入してきました。またね、その紙すきの様子は、動画の方でもできればアップしていきたいと思いますので、はい、また楽しみにしていてください。では、どんどんいきますね。次はこちらです。はい、皆さん、私の以前の動画を見てくださっている方は、もしかして記憶にあるかもしれないんですが、私がね、すごく気に入って、一度ね購入している付箋なんです。ネオカラー付箋、全面のり付箋というものです。で、以前買った時にはラスト1個の状態で購入しまして、でもこの色味ね、とてもハッピーになる色味と、それから手帳使いにすごくちょうどいい大きさといいますか、小さいサイズの付箋だったので、もっと欲しいなと思って、何箇所かね実際こちらの方、探していたんですけども、どこのお店でも売り切りの状態ですというふうに言われて、再販は今のところありませんっていうふうにね言われてたんです。ですから大事に大事に使わなきゃと思ってたんですけども、なんとこの前ダイソーに来ましたら、こちらがねどうやら再販されてた模様です。もうすごく嬉しかったです。で、ジャンコードの方は、こちらですね。はい、もうね本当にこれは正直嬉しかったです。で、色合いがね本当にハッピーになるものなので、多分海外のペンパルさんなんかに送ってもすごく喜ばれるんじゃないかなと思って、プラス2セット合計3セットこちら購入してきました。ダイソーさん、こちら再販していただいてありがとうございます。で、次はダイソーからの購入品のラストになります。それがこちらです。はい、多分ねこれは新商品になると思うんですが、シールですね、カラーリングシールというふうに書いてあります。マスキングテープ素材で日本製です。で、ジャンコードの方はこちらなんですけども、シャボン玉、こちらがねすごく色が水彩のね感じが綺麗なんですよね。すごく自然なね色の混ざり具合で、とてもこれね気に入りました。どこだったかな、どこのかな、ダイソーかまたはセリアどっちか忘れちゃったんですけども、やはりシャボン玉をモチーフにした付箋素材の、ポイントシールが売られてたと思うんですけども、そちらの方はね正直言って色の混ざり具合が不自然だったのと、あとは付箋素材でありながらあまりこう透け感がなかったんですね。なので購入にはね至ってなかったんですけども、こちらはねすごく透け感もあって、シャボン玉をね本当に綺麗に表現したシールだなと思って、はい、買ってきました。ね、早速ねこれも、ジャーナルコラージュに使ってみたいと思います。さあ、では次は2軒目、手芸クラフトのお店の東海から購入したものになります。それがこちらになります。紙物ではないんですけどね、ファブリックを2種類購入してみました。で、こちらはパッチワークのコーナーっていうのかな、歯切れの状態で、歯切れって言っていいんでしょうかね、これね。カットクロス、そうです、ごめんなさい。カットクロスというふうな感じで、このサイズで売られているものでした。本当にね、たくさん種類がね、あって、あれもこれもね欲しいものではあったんですけども、厳選に厳選をして、まずこちらのファブリックを購入しました。
私のね大好きな、コーラルピンクで、お花と蝶々がこんな感じで描かれているものです。でこちらは、ジャーナルのページ装飾に使いたいなと思っています。でね、これお値段はごめんなさい、ちょっとねはっきり覚えてないんですけども、多分130円から60円の間だったと思います。はい、とてもこれは気に入っています。はい、そして2点目はこちらになります。皆さんこれどうですか？すごくね可愛いフローラルの模様ですよね。このね赤いバラも素敵なんですけども、私このね水色のね発色がすごい綺麗だなと思って、クリーム色のね、生地の上にブルーがすごくね映えてとても綺麗なパターンだなと思って購入してきました。で先ほどの布よりもちょっと大きめです。でこちらのお値段もちょっと正式なお値段忘れちゃったんですけども200円から300円の間でした。でこちらに関しては、今度ジャーナルを作る時に、表紙としてちょっとファブリックを使ってみたいなと思いましたので、はい、ちょっと大きめのサイズの布をね探してたんですけども、はい、こちらの方を使う予定でいます。今からね、とても使うのが楽しみです。東海からの商品は以上になります。それでは3店舗目、私の家の近くの雑貨屋さん、アットホームからの、商品になります。それがこちらになります。こまごましいもの3点でしたので、はい、ちょっとね、今回は一気に出してみました。まずはこちらになるんですけれども、倉敷衣装さんからの、カードになります。プリンティングプロセス、レタープレスプリンティングプロセスというふうに書いてあります。コード番号も一応こちらに書いてありますね。で私ね、これのもう一つのバージョン、紺色のバージョンをね持っていて、それが非常にね使い勝手のいいカードでしたので、今回はこの、ブラウンのフレームのついたカードをこちらの方を購入してあります。でこの倉敷衣装さんの、商品はですね、まあ、個人的にねの意見なんですけども、私が、海外の方とペンパルとしてとか、ジャンクジャーナルを交換している方たちのね、海外の方の中ですごくね評判がいいんですね。はい、ですからそういうふうにちょっとね、ちょっとした感じで送るときに、喜ばれるものなので、こちらの方を購入してきました。でこちらはですね活版印刷って言いまして、よく見るとねこの模様の部分がねちょっとへこんでて、かなりね味があるものなんですね。はい、私ね結構活版印刷のこういうカードとか、あと名刺とかねすごい好きなので、はい、こちらは本当に嬉しいお品物の一つです。はい、そして2点目は同じくねこちらも、カードになります。でこちらの方もですねレタープレスボタニカルガーデン、ヒュッテペーパーワークスというところから出ています。でね、ミモザのこの模様がやはりねとても上品で素敵なんですよね。で黄色のね色がすごくね綺麗に発色してます。で先ほどの倉敷衣装さんのカードこちらと同様、これも活版印刷です。さっきのよりもね多分画面を通してでもこの凸凹感がもしかしてわかるんじゃないかなと思います。とてもね素敵なカードです。はい、そして今回の、購入品紹介の最後になるのがこちらエアメールの小さい封筒です。とても可愛いでしょこれ。でね
こちらは、ありました。こちらは株式会社マルアイさんから出ているエアメール洋型封筒ミニというものです。で、10枚入っていて300円プラス消費税。で、これブランド名が富士壺ってなってるんですけども、やはり普通のね、大きなというか普通のサイズのエアメールで、このブランドって結構有名なんですよね。で、ここに書いてあるんですけども、封筒メーカーが真面目に作った小さな可愛い封筒シリーズです。手紙や小物などお好きなものを入れてお使いくださいっていうふうに書いてあります。で、サイズが64mm×35mm。 本当にね、小さくて可愛いサイズです。で、実際ちゃんとね、こちら「ビアエアメール」というふうに表記されてまして、でね、紙質もすごくしっかりしています。で、中を開けると、これ画面で見えるかな、薄いね、ブルーの線が中に入っていて、とてもおしゃれです。で、実はね、これに合う便箋も売られてたんですね。ただ私今回ね、ちょっと散財してるので、便箋の方は見送らせていただいたんですが、便箋の方も1セット300円だったと記憶しています。これね、コラージュなんかにねして、タックスポットにひょっと入れとくと、とても可愛いんじゃないかなと思います。はい、というわけで、今回ブックオフ、そしてダイソー、東海、そしてアットホームでお買い物、主にね、紙物関係のお買い物をしてきたんですけども、はい、大満足のショッピングでした。ちょっとでも参考にしていただければ嬉しいです。今日もここまでご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。よろしければチャンネル登録の方、まだの方がいらっしゃいましたら、していただければ嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。さようなら。